わかりますか？1を終えたら2の段階へ行くんじゃなくて、1の段階も含む、2の段階も含んで、3の段階も上乗せされると。だから第1の奇跡も味わうことができ、第2段階の奇跡も味わうことができ、第3段階の奇跡も味わうことができるので、宝くじでとりあえず外れても その外れ券の中から敗者復活戦があって さらにその敗者復活戦にも漏れた人の中から抽選でハワイ旅行とかって、そういうトリプルチャンスがあるわけですね。で、3つ、そのかける3万回を超えてしまうと3つの奇跡が起きるらしいんですけど、とりあえず6月8日にその、情報をいただいたので、私は自分に当てはめてみました。で、第1段階の奇跡はしょっちゅうというか、もう数えられないぐらい起きてますし、第2段階の奇跡もたくさんありますし、で、第3段階の奇跡に入ってるらしいので、次から次へといろんなことが起きてきます。で、皆さんにおすすめしますが、この前ね、10日ほど前、忘れもしないっつって、やっぱり 10日ほど前か7日前か6日前か9日ぐらい前だったか、横浜の方で精神科医の人の主催による小林製菓の講演会というのが、ね、年2回開かれてまして、精神科医の人たちが来て、看護婦さんが来て、それからうつ病の患者が来て、その家族が来てっていうので、大体6、70人ぐらいになるんですけれども、お医者さんの中でね、精神科医の自殺が一番多いんですって。で、その私の会を主催してくださるその精神科医に言わせるとですね、私の話を聞くと安らぐんだそうですよ 生きる力が湧いてくるんだって。精神科医がですよ 精神科医は他のお医者さんと違って、うつ病の患者を治すことができないので、自分の無力感に打ちひしがれてしまって自殺する例が多い。で、その無力感に打ちひしがれている精神科医の人たちを、どうも小林製菓が力づけるという構図になっているらしい。で、この講演会でね、もう時間が過ぎてるんですけど、あと4分ぐらいで終わりますからね、この講演会でうつ病の人が結構来てるわけですけど、その人たちに言いました。うつ病状態で心が明るくなくて死んじゃいたいと思う人はいるでしょうね。もちろんいるわけです。何かうなずきましたかって。で、その人たちに一応申し上げておきますが、死にたくなったら死んでも構いませんと言いました。その精神科医の人たちはみんな目が点になりました 自分たちが必死になって死なせないように死なせないようにしているその患者さんが集まってきたところで、自分たちが頼んだ講師が、講演する人が 死んでもいいです ありゃーと思いますよね。目が点になったのは分かったんですが、で、死んでもいいです。ただし死ぬ前に味わわないと損だっていう世界が3つあることだけお伝えしておきますと言いました。その3つを味わってから死んだ方がいいですよと言いました。そしたらそのうつ病の人たちの何人かがメモを出しまして、聞き取る体制になりました。死ぬ前に3つだけ味わってから死んだ方がいいです。1つ東京ディズニーランド 2つユニバーサル・スタジオ・ジャパン、3つ目ありがとう3万回、年齢かける3万回の第3の奇跡、この第3の奇跡の世界を味わってから死なないと損だと言いました。せっかくこの世に生まれてきたのだから、この85%の領域の中のそことつながって、争わない、戦わない、努力しない、頑張らない、うつ病の人はそれはできるはずなんです。戦わない、争わない、努力しない、頑張らないはできるはずなんです。ただそこで頑張る必要はないけど、ありがとうをただ自分の年齢かける3万回超えると、とんでもない世界が待っているから、この3つ目の世界を味わわないで死ぬのはもったいないと言いました。何人かのうつ病の人がそれを書いていきました。多分何人かがもう始めてると思いますが、じゃあこの3つの世界を全部味わった結果として、あ、今の話ですけど、東京ディズニーランド、
行ったことありません私。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行ったことありません。興味ありません。全然。この第三の世界を知ってしまっているので、第三の世界は結果として知ったんですけれども、第一の世界も第二の世界もえらく面白いので、第三の世界に一応入ってるんですけど、とにかくディズニーランド行きもないし、ユニバーサル行くつもりもないし、どんなに年を取っても豊島園も行く気はないし、食べるものに好き嫌いはないけど後楽園というのも行かないし、これは食えんというようなとこも行かないし、つまり遊園地だとか秋だとか冬だとかにサマーランド行ったこともないし、もちろん夏にサマーランド行ったこともないし、そういう遊園地みたいなところに何にも関心がない。酒、タバコ、パチンコ、マージャン、ゴルフ、テニス一切やらない。そんなものにも何の興味もない。ただこの第三世界は面白くて面白くてしょうがない。だって想像して皆さんね、このハンカチがありがとうが3280、面白半分に作ったハンカチなんですよ。面白半分にっていうと、とっても作った人に失礼なんですけど、というのは面白 100% で作ってるからね、冗談 100% で作ったものだから必死になってないんです。でこういうのを作って体が 70% 水だから、こうやって当てといたら体の水がすごくサラサラになってきれいになっていいものになるんじゃないかというとんでもない冗談理論からこういうのを作ったわけです。そしたら頭痛の人がこうやって当ててると15分で頭痛がなる、腰痛の人が40分ここに当てといたら3年間腰痛で苦しんでたのが治った、痛みがなくなった、三段腹の人がお腹入れといたら2時間経った時に4段腹になっていた、4段になって8段になって16段になって32段になってそれで治るみたいです。シワシワになって治るみたいです。12月22日に発売をされて5月20日に集計をした。5月20日っていうのはまだ5ヶ月しか経ってないってことですね。どのくらい売れたかっていうとね、2万2000枚売れた。2万2000枚って今年間に1万枚売れてるハンカチなんてないんですよ。グッチだってシャネルだってそんなには売れない。まあこれは500円で向こうは2800円という値段が、ね、まあ、全然違いますけどね。だけどなんでそんなにって、で今はねだいたい6ヶ月経ったのかな、6月の末まで1ヶ月でまた何千枚か上乗せされたらしいですけど、1年で5万枚ぐらい売れる勢いなんですよ。だってハンカチなんてみんな40枚50枚持ってるでしょ。こんなの別に買わなくったって、冗談半分にやってるとですね、冗談半分じゃないんです、冗談 100% でやってんだからこんなの誰も売れると思って作ってはいないんです。ただ面白くてそういうふうに体にありがとうをくっつけたら体の 70% の水がサラサラになるかもしれないと。